NIG の時見えてたよ。遠かったね。ということで、ちょっと今日、昨日今日すごい喋ったので、みんなと、もう今日の朝ぐらいから喉やばいかもってなって結構喉やばかったんだけど、なんとか最後まで無事終わって、でもう絶対今日はもう喋んないからって決めたんだけど、しゃれもしちゃってますありがとうございました。今日来られなかった方、昨日今日来られなかった方もうたくさんいると思うので、ショールームでお話しましょう。みんな今日昨日来た方ももちろん、明日から4月だから、喉が痛いのもリセットされると思います。なんかね、お差し入れでね、もらったお菓子、8部9部が好きました。うん、そうじゃん、明日エイプリルフールじゃん。そうだ、特になんか嘘考えてなかったな。でもなんか午前中しか嘘ついちゃダメなんでしょ、違ったっけ。ASMR だよみんなお腹空いたよね。毎日嘘みたいに書いたら全然、あ、ほんと？ありがとう。午後にネタバレしなきゃなんだ。もう明日から次4月7日のコンサートに向けて、まあ、特にこう若手面はぎっしりリハをね、いっぱいして、行くし、私たちもちょっと出るので、昨日今日でさ、なんだろう、もうただ喋って楽しくわーいって感じだったから、もう切り替えないとね、すべてリハした記憶が結構消えてるんでやばいです。しかも今日は3月最後だから、3月バイバイショールーム。仕事頑張ってみんな。 NIG の感想も結構聞きますけど、一番多いのはやっぱチャイムがエモいってことがやっぱ一番多いの。うん、3月は本当にいっぱいショールームして、
公演がない寂しさを埋めました。4月もないけどね。再来週のお話し会モチベに仕事頑張る。頑張って。次は関東に会いに行きます。皆さん会いましょう。チャイム、わー、ゆずこしょうさん、タワーありがとうございます。桜タワーありがとう。おしゃべり会もありがとうね。来週のコンサートもよろしくね。よろしく。桜が咲きました。こんな時間ですが、今日はお菓子食べていいよね。だってお腹空いたんだもん。これはなんかシュガーかな。うん、ふん、うん、ふん。私最後の最後まで会って、私さんたち曰く、多分さやちゃんが一番最後だよって言われたの。終わったのが、なので2個ももらいました。これもあげるって言って。2個も笑っちゃったの。てかまあ自由に取っていいよっていうので、何か帰ろうとしたらカバンに入れられました。抹茶味。ラッキー。これは何ですか。これはチョコのついたお菓子かな。結構いいやつっぽいな。これなんか見た目が4本しか入ってない。うん、おいしい。まつげ綺麗ですか。やっぱりおしゃべり会は特にメイクさんがいないから、そう、いつもメイクさんに借りてるメイク道具とかも結構あるよね。ま、でも今日のまつげは割とうまくいきました。マシっそよ。今日はなこちゃんのファンミーティングに行ってきて、なこがあの X に書いてて、はい、見た、あは、ファンミーティングなんだって思って。どうでした？やっぱり海外から来てくださる方もう今回もいらっしゃってありがたいです。福岡までようこそ。うん、美味しい。なこ卒コンから1年。早っ。今日で JK 最後。そっか。もう学割使えない。重さ出てくるね。明日から学割使えませんって人とか。
は一部から九部まで本当お疲れ、ありがとう。今日振り替えがあったんですけど、結構私のレーン振り替えの方多くて、多いっていうかみんなに比べて多かったし、結構枚数持ってくださってる方もいたから、なんか誰、ゆうなちゃんかな、ゆうなちゃんとかひじりとか一人もいなかったっていう子もいたんです、振り替えが。ただレーンに座ってたらしいんだけどそういうの事前に知らされないんだね。でも私結構振り替えの券持ってくださってる方がいたようで、よかったです使えて。しかも今日その他あとがもう帰らなきゃで、その振り替え分しかないって方とかもいたからよかった。アイチーやいぶくちゃんも人いなくて書き物してた知ってたね。なんか私はもうあの書き物とうの昔に終わってます。これ書いてくださいって言われた日に全部を書き上げました。絶対忘れちゃうと思ったからそうなの。タイピョン好きになった時中学生だったのに、明日からラスト学生の名乗り。いやー本当になんかなんだろう、10年を感じるね。今日も話してて思った、うん、そんな昔から好きでいてくれてるんだとか、なんかはやちゃん好きになったのは控えめ I love you のとかいうの聞くと、わ懐かしいなとか、研究生公演のとか、なんかそういう話をして、すごい懐かしい、懐かしいっていうか、そんなに長くこう好きでいてくれたりしていただけるのって本当幸せだと改めて感じました。あやちゃんファンは永遠だからありがとう。なんか結構じゃあ何々ちゃんの例もちょっと挨拶してくるとか言ってくるって方多くて、私全然そのなんでとはならないけど、でもそれならないのはなぜかっていうと、みんな結局まあ結局さやちゃんが一番だけどねって絶対なんか言ってくれたりとか、伝えてくれたりするから信じて送り出してますみんなのことを信じて送り出してます。ってことです。その片手に収まらない数メンバー行ってる方もいますけどちょっとだいだいちゃんも一回ちょっと今日行ってみるんだとか、なんならもうこっちからレーン見えてているやんみたいなとかも見えるけど、でもあのなんだろう、わざわざ着替えてなかったり、私の T シャツの私のグッズつけたりとかそのまま行ってくれてたりするとやれやんって遠くから見て思ってますだからちゃんと見られてるんだぞって、誰を推してる方もそうですけどね、やっぱレーンに並んでる方とか見えるからみんな絶対見られてますよでも全然嫌じゃない、だって戻ってきてくれるという
自信があるから。ハイターが仲良くなったことは話してみたくなる。うん、そうそう、そういう方多い。特別のオンリーワン、ありがとうね。クラークが HKT 戻ってきた時のニコ生でほぼ一目惚れみたいな感じ好きだった。そうなんだ。なんかそのそういうその配信の時とかもその後結構フォロワーが増えたりとかして、それ見て好きになってくれた方もいるんやとか、なんかきっかけそれぞれだから皆さん。でも隣からさえちゃんのじとめが来た時は震えました。なんか好きじゃん絶対みんなそういうの。なんかえなんでなんで違うレーンいるのってされるの絶対みんなごめんごめんとか言って好きだからやってます。そうだよ、本当にはぁとか思ってないけど、まあみんな好きだし。っていう、なぜ着替える必要があるのか。かっこいい。は？っていうの好きでしょ絶対。え？何違うレインの？知らんもん。っていうの絶対好き。好きだから他の子買わないと。え？ド M？ ちょっとおかしいな。そうだよ、素直に白状して。ぜひ。その後さえちゃんとか言ったら本当に怒ってるわけじゃないよって言われてほっとしました。え、そう、なんか。その他の子のレーンで連番とかしててさ、みんながその連番の中に私を押してくれてる方もいるみたいな時に、みたいな、あれみたいなやったら、他の、その私推しじゃない他の連番の方たちがなんか湧いてるのよ。うわお前言われてんぞみたいな、そういうのも絶対みんな好きだからやってます。だから本当に怒ったわけじゃないけど、そう、みんなそうやって楽しんでるんでしょ。白状しても知らない人。全部報告し、うん、そうそう、もうなんか聞いてもないのにさ言ってくる方もいるからね。さっき誰だよと誰だよ言って、ででもそういう方って全部さえちゃんの話してきたとか、そういう方も多いかな。やっぱメンバー同士のその話、実は今日こういうのがあってとか、そういうの聞けるからさ、共通の話とかいいよね。だから自動やご褒美、そうだよ。おしめのマブとは自分もマブにならせていただきたいな気持ち。なんかそのさえちゃんと仲いいから行ってくるっていう方結構多くて、で逆にそうやって来てくださる方も結構いたので嬉しかったです。そう、え、誰々推しなの、センスいいじゃんとかめっちゃ言ってんの。今日も愛理ちゃん推しとか結構今日来てくださったんで、なんか
愛調子ですって言われて、え、愛調子なの、センスいいね、でもそこでさえ押したらもっとセンスいいよとかそしたらなんか、あ、もうじゃあ再一応なんとかなんとかって、ちょっと詳しくは言いませんけど、そういう話したりとかねしてました。ちゃっかり、あ、メール来ました、始まる前に送ったの。来月エミリーのパジャマ見に行くけど、あ、エミさんはもう家で、え、これどう思うってすごい悩んでて、そのファッションショー、パジャマファッションショーして二人で、いいよね、これいけるよね、え、普通に家とか言ってたから、でも逆にそういう家感があるからこそパジャマいいからいいんじゃないとかファッションショーしてました。最後パジャマ着たいんだよねって思ったけど、最後パジャマ着るならもうずっと着てたいぐらいなの、朝から夜まで。それでも許してくれる、みんな。一日だけパジャマとか、パジャマで、エミさんは夜の部はパジャマって言ってたんだけど、偉いじゃん、私服も見せてパジャマも見せる。でもそれはパジャマでずっといたい、ダメかなだから朝、次関東だからホテルからもうパジャマで行ってパジャマで帰るっていう。ダメ、一日だけね、どっちかで、どっちか私服とか、そう、そのまま寝れちゃう。お宅もパジャマで行くかそう、あのさ、外出しないからホテルからもうすぐ車両に乗って会場着いて降りて、もうだからできることじゃん、パジャマのまま。え、さえちゃん寝坊したとか思われるかな、マネージャーさんにそのまま行ったら、おはようございますって、着替えどうしたんって、可愛いパジャマ着とけばね、もう関係ないよね、問題ない。ちょっとパジャマ探そう。今日渋井ちゃんの話とか、いくのの話とか、なんか6期7課とか6期生の話も多くて、仲いいねっていうの話も多くて、じゃあ渋井ちゃんから、さえちゃん渋井ちゃんのこと好きだと思うよって何回も言われた、仲良しって LINE 来ました。今そうやってメンバー間のこう絡み、みんな好きだから残りるキーホルダーもなんか育ててくれてるっぽい。あれ、育てるとかそういう使い方だっけって思ったけど、クリナがあのデザインしてくれたアニマル衣装のキーホルダーがあるんだけど、それを渋井ちゃんが私のを育ててくれてるらしい、育ててるっていうかご飯食べさせて
お風呂入れてパックして寝かせて、で今日も連れてきてってやってるんだって。さえちゃん、あ、渋井ちゃんが持ってたさえちゃんのキーホルダー、さえちゃんがあげたの。そう、なんかここにつけたいって最初言ってたから、いいよって言ったら育てられました。昨日はなんかドリア食べさせてくれてた私に。なんかさ、ファンのみんなとの使い方がちょっと違うんだよね。みんなはどこどこ連れて、さえちゃんどこどこ連れて行ったよっていう写真撮ってくれたりするわけじゃん。桜と一緒にとか、今の時期だと。でちょっと渋井はちょっと違うんだよね。お風呂入れてパックしてあげたよとかさ。さえが言ったの、お風呂上がり私パックするんだけど、そしたらちゃんとパックしてた。さえちゃんのアニマルキーホルダー個別生写真申し込んだよ、ありがとう。うさぎ、うさぎです。今日もさ、会場にその着ぐるみっていうのがあったんだよね。でも結構みんな着てたから私はもう諦めた。初採票楽しかった。嬉しい。そうそう、普通に趣味の話とかしちゃってね、ありがとう。今日は喋りか行けなかったから配信で見れて嬉しい。そう、喋ろうと思って、私の声が続く限り。違うの、練習しなきゃいけないことは分かってるんだけど、なんかまだお喋り会ムードが抜けなくて、ちょっと待ってって感じ。今日のスカートかね、そう、あのね、チャットに全身写真送ったんだけど結構短くて寒かった。ちょっと寒かったけど、なんか今日さえちゃんのチャットを撮るか迷ってますみたいな方がいて、だからコスパバカいいよってご了承しました。コスパマジいいと思う、私のチャット。今日は CD いっぱい買ったつもりだけど、あっという間だったから次はもっと積み上げます。なんか本当にさ、枚数いっぱいあってもさ、結局もう終わりってなるんだよね。すごいね、みんなの、何なんだろう、みんなと話してるとあっという間なんだよね。なんか私話別に上手じゃないんだけど、みんなが上手いのか何なのか、何なんだ。でもいつも言ってんの、絶対に。だって私多分こういうのなかったらそんな人と長話できないけど多分ね、なんかどっちかというと聞き役多いと思ってたんだけど、みんなと話してるとめっちゃ喋っちゃうんだよね。さえちゃん頭回転早すぎ。そんなことないと思います。私でも今回はマスクをみんながしてくれてる状態だったけど、やっぱマスクなしで喋れる世界が来るといいなって思いました。やっぱ
聞き取れるんだけど、声は聞こえるし全然聞き取れるんだけど、ただただみんなが苦しそうで苦しそうで苦しそうで、すごい、福田夫瀬浩平さんありがとう。しかもなんかヤバタワじゃない、ありがとう。直接伝えたいけど恥ずかしくて言えないからここへ来ます。本当に大好きです。やばい、みんなの前で読んじゃったけどいいのありがとね、嬉しい、桜満開。やばい、私お花見してます今一人で。二つの桜の木がありがとう。みんなマスクしてあのレーンを歩いてきてくれて、そう、メガネしてる方とか曇るし、あのみんなたまにってしながらさ喋ってくれるから、いずれマスクなくなるといいなって思いながら聞いてました。でもアクリルのあれがなくなっただけまだ聞き取りやすいし話しやすいしいいんだけど、いずれね距離がもっと近くなると。喋りが上手すぎて事前に準備してたのか疑うくらい、いや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 、そんなことない。私は逆にあの秒数が決められてるからこそ、なんかなんて言うんだろう、普通にこうやって会話するよりも早く返さなきゃってなるから、なんか大丈夫かな、伝わったかなとかなっちゃうのね。だからいつも心配になっちゃうの。そう、もっと伝えたいことあったのにとか心配になっちゃうんだけど、そう言ってもらえて嬉しい。まだおしゃべり会ではあったんですけど、握手はできないから。でも私はあの手はこう触れられないけど、ネイル見せ会は結構してました今日こうやってみんなの目の前にネイルを掲げて、だってみんながネイル見せてって言うんだもん。握手はできないけどそういう気持ちにはなるよね、こうやって手伸ばしてたら見てって言ってネイル見せ会、また次ネイル変えたら。楽しかった。4月もイベントがあるって考えるだけで嬉しいですね。公演が少ないけどね。キティさんにもご挨拶、あ、ありがとう。キティさんにご挨拶してくださった皆さんありがとうございます。ほら言ってる。ありがとうって。AKB 式になるとメンバー手袋しなきゃだからネイル見えなくなっちゃう。そうなんだ。 A ちゃんもさ、あの手袋の先っちょだけ穴開けよう。で爪だけ出す、見てーって言ってダメ？怒られちゃうかも。それってファンの方は何？手袋してんの？うちらだけ？うちらってか、そのメンバーだけ？え、こういう手袋あるじゃん、なんかここだけ出てるやつ。さあそれにしよう。あ、ファンの方はなしでメンバーがしてるんだ。あー、そういうことか。透明の手袋でもネイル見えないじゃん、ちゃんと。うん、だからさえのレンはみんなが手袋して
小学生みんなが手袋して、サイはちょっとネイル見せたいので、あのミクの卒コンのタンバリンと一緒、ちょっとネイル見せたいんで、みんなが手袋でお願いします。すいません、その手袋持って帰っていいんで、ぜひあのお願いします。だってさ、そっちの方が良くない？私がそっちの方が良くない？私はみんな見たいでしょ、サイのネイル。やっぱ見せたいもん。やっぱ HKT があの握手再開するってなったら、で手袋はしなきゃいけませんってなったら、みんながしてください。サイはもうこのまま行くんで。大ちゃんの安全のはい、お願いします。だから帽子 NG、 手袋 NG ですね。でもさ、なんかさ、プリンセスみたいなさ、なんかレースの手袋とかだったら服に合わせてつけたいかも。そういうことじゃないよね。そう、帽子 NG、 手袋 NG、 バケツ OK です。私、皆さんお見知りおき。あ、ベースはいや一回やったことあるから、その当時は大丈夫で、今は NG ですねはい、サボテンは全然 NG じゃない。いや、なんならちょっと考えてたんだけど、生誕 T シャツ作ってて考えてたんだけど、生誕祭のユニット何にしようって思って、これサボテン説出てきたなみたいな思ったんだけど、サボテンってなると私あの美しきもののセリフが言えなくなっちゃうから迷いどころですね。去年腕を組んでやったんですね。腕を組んでが本当に好きで、私でも去年と同じのにするか、炎上路線もいいんだけど誰としようかなっていうのもあるし、考えてアクセルわかんない、どうなんだろう、どんな靴だっけ、ブーツだよね。それであの動きが今ちょっとできないかもなとか。だってリボンでしたら怒られるんでしょ。あ、サボテン MC の時に着替えるとか。どうしよう、炎上路線も好きなんだよね。でもエミさんがね肩痛いからエミリー出れるならさ、エミリーとしてもいいなって思うけど、したことないから。愛理ちゃんの生誕祭でやったから私は踊れるんですけど、迷う。あのアクセル優子さんがあのやってたの、裸足で。さあ裸足でやろうかな
野菜見るみーちゃんにね言ってんのよ、アクセルを、アクセルじゃない、炎上路線覚えてって、一緒にやりたいって。でもまだ覚えてなさそうなので、みんなで言ってください。さえ見るんで、あの炎上路線見たいって。あとまいちゃんからもお誘い、さえ今度一緒に炎上路線したいねって言ってくれたんで、まいちゃんともできたらいいなって思ってます。ゆうこさんのアクセルも好きなんだよな、あの和風チックな、ほんと私がやってるイノセンスみたいなの感じね、やってらっしゃったんですよ。肩治ってたらね、えみさんとの炎上路線、そうなんですけど、エミリーがねもう本当にかわいそう、いつも痛そうで、今年こそ生誕祭来て、ありがとう、来て絶対。皆さん生誕祭いつになることやら、だって4月全然超えないのでになることやらって感じ。5月もメンバーのあの舞台結構 H メンバー出るし、くしゃみ出そう。土日ね、それは私も言おう、みんな割と土日がいいって方が多いから、なるべく土日生誕で。去年って平日だったっけ、私平日にやってる気がする、なんか毎年平日だったよね。そうだよね。なのにさ、みんなさ、いっぱい応募してくれてさ、嬉しいよ。外れたって方とかも結構いらっしゃって。まあ土日の方がちょっと倍率上がるのかなって考えると。でも今割とこう生誕祭土日に入れてるっぽいです、なんかその事務所側が、スタッフさんたちがって聞きました。そうだ、6月28だったね。そうですそうです。そろそろ生誕グッズのあの何デザイン出るんじゃないかなって思ってるんだけど、今日話し会緊張しすぎたけど楽しかったです、ありがとう。なんか何回言っても緊張しますって言われるんだよね私今日もね、すごい枚数結構撮ってくださってるけど未だに緊張するって方もいたし、緊張するあの空間かな、やっぱあの仕切りがあってっていうのがちょっと緊張するのかな。本当に震えた、嘘でしょ、絶対嘘だよ、緊張し、なんか絶対緊張してなさそうな人たちが緊張しますって書いて、緊張するけどしてないふり、
してないふりしてんの。そういう目で見ちゃうよ次から。M1 の直前くらい緊張する。出たことないやん。出たことないやん。でもブース入った途端なんだっけ飛んじゃいましたって方結構今日いましたね。緊張してたのかなんだっけてなてな。前の人がしてる間に綺麗なお顔見てたら緊張してくるけど話してたら面白くて忘れる。確かに前の方が長いとさめっちゃこうずっと見れるじゃん。それで、あ、次だ、次だ、あ、まもなくです、だって、次だってなるよね。確かに。スタッフさんね、裸足の方とか枚数を確認してくださる方とおしゃべりしてる方も多いかも。前の方を待つ間に多分そういうスタッフさんたちってメンバーと会話禁止って多分なってるの。マニュアル分かんないけどなってるんだろうなって思うんですよ。なんか今日の方私も昨日も今日ももうずっとと6番連だったので、まあスタッフさんは変わるんだけど今日ずっとついてくださってた方がもうついに最後の部の方で屈伸してたのね。こうやって屈伸してたから、あ足痛いですよねっていうことをこう足痛いですね、足痛いですかって言ったんだけど、なんか周りをこう見渡してはいってやってて、多分後ろを歩くスーツの方々にバレると喋るなって多分言われるんだと思う。多分ね、なんかそんな気がします。だから最後終わってのありがとうございましたしかご挨拶できないんですけど、あー腰悪い腰痛持ちってことね。そう、その方屈伸したりしてたから痛いんだろうなって思って喋りかけちゃった。だから逆に多分皆さんとファンの皆さんとだったら喋れるからお話できるから、私は会釈しかされない。ダメなんだろうね。そう、ずっと革靴。そっか、私そういう経験ないからさ、絶対しんどいよね革靴で。腰痛で盛り上がってたのやばい。だから足疲れてないですかって喋りかけてきたのかもね。あ、喋りかけてきたの？荷物検査の時とかめっちゃ褒めてくれるお姉さまいた。そう、だからなんか覚えられてるっていう人多いのよね。あの最初の女性の受付の方のとことかもう顔覚えられてる方絶対多いじゃん。自分のスマホロック画面見てヨーロッパサッカー好きなんですかって言われて、そういう雑談はいいんだ。みんなとの雑談はいいのに私には会釈しかしてくれない。なんでですか。でも後ろのこの私たちの後ろを通ってる
あのスーツの方たちがこう握手会が始まる前、もう朝一番に朝礼みたいな、おはようございます、今日はなんとかなんとかでっていう朝礼してる声が聞こえるの、楽屋まで。そうだから、そう仕切ってる方たちがやっぱ巡回してるからちょっとね。でも本当にしんどそうだったから、そう、あと私的にまとめ出しの方になんか椅子あればいいなって思った。みんなずっと立っててしんどいじゃん。貸し出し椅子あればいいのね、あそこ。昨日荷物検査の時に香水チェックされたのでシュッてしたら、あ、めっちゃいい匂いです。香水チェックとかあるの？液体だからかな？ってこと？喋ってる間は全然作れません。うわ、かっこいい。液体チェックってことかな。さえちゃんがネイル褒めてくれて、ネイル室になって、うん、ネイル可愛かった。今回チェックめっちゃ厳しかった。そうなんだ。私もあの飛行機、 NIG フェスの時、飛行機帰りの飛行機でメイクポーチにこのまつげを挟む用のピンセットを入れてるんですけど、それで止められました。このまつげの束感を作るそれ用のピンセットが売ってるんだけど、それを止められて、取られるんかなって思ったけど返してくれた。なんかメイクポーチから出してだからな、あ、これはって言われたから、あ、まつげをあげるピンセットなんですって言ったら、チェックして、はい大丈夫ですって返してくれて、優しかった。あー結構いろんなシュッシュをチェックされる。なんかその手荷物検査通るときにエミさんと一緒に行ってて、でエミリーがなんかピンセット取られたって言ってたので、そうなのみたいな、じゃあサイのこのまつげピンセット取られるの、これじゃないとダメなのにとか言ってたの。下返してもらって2人でおー帰ってきたって話してたの。その人にもよるの、その空港にもよるんかな。福岡はダメやけどとか、なんなんやろ。電車で移動中、あ、そっか、みんな今日本当に今日福岡からもう帰りますって方が結構いたから、みんな本当にありがとう。その来て喋るだけがさイベントじゃないじゃん、みんな特にいろんなとこから来てくれて、こっちに泊まる方もいれば今日のうちに帰る方もいて、本当にそんな長い時間をさ私のために作ってくれてありがとうございますって本当に改めて思います。空港でうちわ入れるケースも開けてくださいって言われてバレた。そうなの。わ、のぞみちゃん熊タワーありがとう、お団子持ってる、三色団子持ってる。今日私三色団子食べました。ケータリングの
子に差し入れにあったから三色団子食べた。美味しかった。なんかああいう本当に何もついてないただのお餅みたいな餅が好きなんですよね。なんかみたらしとかきな粉とかじゃなくてもう素材の味が好き。明日から働くのがめんどい。シンプル。頑張って、頑張ろう。熊本に向かって帰って、ああありがとう、いろんな場所から。海外の方もね、本当にありがたい。韓国とか、韓国、ベルギーとか、いろんな場所から。そうだよ、新年度だよ、みんな頑張ろうね、明日からも。絶対おでこ手入れしてますよね。してないんですけど。そんなおでこあんま褒められることないけど、おでこポイントで言うと、ここにほくろがあることぐらいで、何の変哲もないおでこですけど。ほくろ、そうほくろあるの。前は仕事で関東とか行って経験するのもありやなって思ったけど、さえちゃんに出会ってその気は消えた。なんかさ、本当にさ、あの HKT 劇場に通いたいから福岡住みますとかさ、本当にすごい。やっぱ好きの力ってすごいよね。本当に愛されてる。ピカピカ？本当ですか？でも私その何？ニキビとかおでこにできたことがなくて、こう思春期ニキビみたいな、中学生の時とかおでこにやっぱできる子多いじゃん。そういうのできないんですよね。ただただあの乾燥肌なんですけど、乾燥はする。保湿大事、めっちゃ保湿してます。は毎日してるよ。なんか毎日しなくてもいいみたいなのも聞くけど、私は毎日したい派なんですね。お風呂上がって冷たいパックを乗せるっていうのがなんかさっぱりして、そこまでがセット。もちもち肌は指摘されたから、今後触ってくるメンバー増えそうな予感するの。気のせい。今日はさ、藤子子ちゃんが、あの藤子子ちゃんが私のなんかすごい肌を触ってくるのね、公演中に。公演中だけ、ステージに立ってることをいいことに触ってくるので、今日一個だけ藤子子ちゃんと隣のレーンがあって、でその時ファンの皆さんがすごい、隣藤子子だから気をつけてねすごい言ってきて面白かったの。そんな裏では触られてないから大丈夫ですよ。そう、公演中だけなの本当に。裏では全然、本当に全然なんです。おとなしい子なイメージ、私はね。パック何使ってる？なんか特にこだわりあるわけじゃなくて、韓国のパックとか
オルフェス、オルフェスめっちゃ箱で、箱でゲットして使ったりとか、結構いろいろ使ってるよ。もちもちなのかな、別にどうなんだろう。でも愛理ちゃんからサラス、スラス違うサラサラ、スベスベ、サラサラ、スラスラ違う、なんか言われました。サラサラ、サラサラスベスベだっけ、サラサラ、なんかどっちか言われました。サラスベ、そうなのかな。でも冬になるとカサカサ乾燥肌なんだもん。もうすぐ11時だって。ほんとだ。そろそろじゃ私は練習しなきゃ。昼公演出るのって今日も何回か聞かれましたけど、一応出ますので、皆さんちゃんと見ててください。さえちゃんの握手行ったことないときに、さえちゃんの手めっちゃいいよって言われてたから知ってたくらい。誰そんなこと言ってんの、普通の手なんですけど。やめて、そうやってそのハードル上げることでの、誰が言ってたのよ。本当に普通。コンサートはついに1週間後となりました。全く違う瀬戸りなので、昼がね昼夜全然違うから、みんなどんな曲があるのか楽しみに出てください。という間だった。じゃあランキング読みますね一旦うんうんうん。13位俊太郎さん、12位健太さん、11位ラントゥーリブ、10位バラ豚バラ T シャツさん、9位イシさん、8位つよし12秒さん、7位向井さん、6位カッシー、5位アロンさん、4位佐藤としおさん、3位ゆずこしょうさん、2位のぞみちゃん、1位こうへいさん、ありがとうございました。みんなありがとう。バラさんでも OK。 あ、じゃあバラさんにしよう結構みんなの名前さ、私が呼んでる名前と違う感じ、違う、なんて言うんだろう、これ用の名前の人とかもいるから、どっちで呼べばいいか悩んじゃうみんなの、みんなの3月最後の私の気、私の顔記録しといてください。多分4月頭またするんですけど、ショールーム、これは一応3月最後の顔ですこの前名前バレ、うん、名前バレたよ。はい、3月のポーズ。さよなら3月。4月も
4月もいいこといっぱいあります。楽しみましょう春。じゃあ11時になったので終わります。みんなありがとうございました。また会いましょう。おやすみ。バイバーイ。